今日ですね、1時間以上にわたって昨日今日の儀式、そして新しい天皇のお言葉の意味を読み解くなど、お二人に伺ってきました。いろんな資産にともお話を伺えたんですが、例えばなんですが、まあ、大久保さんはですね、長年そばで見てこられた経験から登山の時のまあお話を伺ったりですね、あるいは師と呼べる人がいるのかと、新しい天皇陛下にお聞きしたら、まあ、先の両陛下が死なのではないか、大変大きな影響を受けていらっしゃるということをおっしゃいました。そして保坂さん、まあ、新しい天皇陛下のお言葉の中でですね、憲法にのっとりという言葉が気になったと。前の天皇陛下は即位の時に日本国憲法を守るという言葉を使われた。しかし今回は憲法を守りということではなく、憲法にのっとりと使われた。それが気になる。ただまだ今後見てみなければわからない、ちょっと判断するには早いなというふうにおっしゃいました。もう一つですね、歴史を紐解くと、まあ、平成というのは個人の性格と時代が一体した稀有な時代だったということ、その前まではある種時代の要請と個人の、まあ、性格などがある種引き裂かれた、まあ、苦しみ抜かれたような時代であったと。で、新しい令和はですね、それが一致するといいなということを希望としておっしゃいました。保坂さんね、最後に、まあ、皇室典法を変えたらいいんじゃないかと、皆さんここは意見が一致したように思うんですが、不作為という言葉が先ほど大久保さんからやりましたが、まあ、今の政権、まあ、安倍さんと言ったのはいいかもしれない、あと保守派の方々というのはどっかこう男系と男子継続というのに、まあ、すごくこだわっている。これがある種議論を進ませない部分もあると思うんですね。ここはでも今の状況になったりする中でどういうふうに考えたらいいと思いますか。やっぱり全部現実に即して論じていくべきだと思いますね。現実に属してというような捨てると、建前だけになって論じる。建前だけで論じたときに天皇という制度はですね、かなりこう本質と違う方向へ行ってしまう。やっぱり現実、それから歴史的経緯を踏まえた上で議論していくべきだと思いますね。それを恐れていてはきちんとした天皇をどういうふうな制度で落ち着かせるかということの確立はできないと思いますね。なるほど。菅官房長官は昨日の夕方の会見でですね、まあ、今回の一代限りの特例法は先例にもなり得ると言った。そしたらそれが始まるという気配はあるということなんでしょうかね。大久保さん、どう思われますか。そういうことになるかもしれないですね。ただ一応秋のですね、即位の礼と、それから大嘗祭終わった後に、具体的に付帯決議、特例法の中に付帯決議がございまして、はいはい、その付帯決議の中では安定的な皇位継承をどうするかということもきちっと整理して報告するというふうになっているので、その辺のところは秋からより具体的な論議として出されればいいかなというふうに思っているんですね。いよいよ始まるかもしれないということですね。はい。